来い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 、お赤よし、来る可能性はある。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。メビウスファイナルファンタジーやってますか？まあ自分はですね、今こんな感じです。まだ、復刻後編がまだで、こんな感じでやってるだけで、まだまだやることが多いんですが、はい、あのね、あの過去を振り返る中で、あのモーグリが死ぬ時のずっとドキドキしてろ、あそこ本当泣きそうになりますよね。感動シーンです。それが、また見ることができて、ちょっとジーンと来ちゃいましたね、うん、メビウスファイナルファンタジーの物語も本当こうよく考えられていて素晴らしいと思います。それがまた第1弾でこの第8章で終わって、続いて第2部に移行する、その感じがまたあるので、また新システムが出てくるのか、そして物語の内容はどういう内容になるのかっていうことが楽しみです。で、あとね、自分はライトニングが当てたくて、ライトニングが当たりやすくなっているその召喚をやったんですが、ユーロチャンネル、さあ来い、さあニューハンターハンターカード、よっしゃ、エルオゼアのナイト来たー、2回目、文句シンプル、レベル上がった。そしてまた文句かーい。で、今日は、2周年記念 FF オールスター超大召喚第2弾が6月22日から6月25日まで来てるので、それをちょっとやっていきたいと思います。はい、2周年記念 FF オールスター超大召喚第2弾来ました。6月22日0時から、今0時を回ったところなので、これから回します。まあ、さっき言いました、この大召喚でいいのはやっぱり去年からスチームからこう参加した、人にとってありがたいレジェンドジョブ、絶望の英雄、ミドガルの花売り、バラムの傭兵、タンタラスの盗賊、そして着ぐるみトンベリ、着ぐるみモーグリ、着ぐるみケットシーという、まあ、あんまりこうゲットする機会がなかった、もちろんあったと思うんですが、まあ、そういう、キャラたちが復刻してリミットカウントを対象になっているっていう点で、大召喚が行いますよと、絶望の英雄が復刻するのは、22日からですよ、タンタラス、バラム復刻超大召喚は23日からですよと、ずっとこれ続いています。はい、でこの絶望の英雄はどういうものなのかっていうと、魅力的なステータスバランスの良さと高めのブレイクパワーで敵を切り払うと、水と闇を得意として、ブレイクダメージがアップ、弱点ダメージアップ、クリティカルダメージアップで火力も申し分なしと。はい、で必殺技は、攻撃後にトランスブレードブレイブフェイスブーストの効果を付与すると。はい、ということで、まあ、戦士としてはかなり使える、キャラじゃないかなと思います。で、アルティメット召喚が継続されてますよと。で、アルティメットカード召喚も継続してますよといういつもの情報があります。はい、なので今日は、この絶望の英雄が当たるかどうかですね、ここがポイントとなります。はい、はい、じゃあ絶望の英雄復刻超大召喚やっていきたいと思います。25日まであるので1回ずつにしたいと思います。今魔石も 11,570、 そして召喚チケット10枚なので、はい、1回勝負でやっていこう。頼む、この1回勝負で当たったら紙引きですね。来い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 、お赤よし、来る可能性はある。どうだ、まずピンクが2枚、よし、メズマライズ来た、星をメズマライズ来た。はい、これは強いぞ。 OK、そしてお、リンドブルム、お、いいカードが結構来てるんじゃない。ベディビアさん、ベディビアさん、そして銀融詩人会、なんとかの銀融詩人じゃなく銀融詩人が来た。そして
お、魔女の口づけ来た。やったぜ。闇属性来ましたね。はい、魔導士系スタン、ノーガード、行動停止。なるほど。はい、こんな感じで、お、水のシード20万、そしてあ、リバイバルチケット88枚。はい、という感じでした。はい、もう一回やっちゃおうかな。もう一回やっちゃおう。さあ、次は何が来るか。おい、あ、また赤。よし、赤は確かまだ来てないカードが来るということだったな、うん、はい、この辺ダブった、ダブった。暗黒騎士かい。暗黒騎士持っとるわ。まあでもレベルが上がったから意味はある。そして、お、カオスの軍勢。なるほど。はい、まあ以上いかがだったでしょうか。まあ今回はこんな感じのちょっと普通のしょぼーい召喚になってしまいましたが、はい、また何か自分が欲しいもの、心に引っかかるものあれば積極的にやっていきたいと思います。ではまた。